MD5 は暗号学的発出関数の一つである。発出値は128ビット。MD4 が前身であり、安全性を向上させたものとされている。1991年に開発された。開発者も MD4 と同じく、ロナルド・リベスト。システムにもよるが、MD5 スムや、MD5 というような名前のコマンドで、D41D8CD98F レレ B204。 E980998 千四 8427E のように発出が得られる。一般的な暗号学的発出関数の用途と同じであり、MD5 として特筆事項はない。ただし口述の脆弱性について確認のこと、いずれにしても2018年現在において弱点が発見されていることを筆頭に暗号学的発出関数として必要な強度は、 すでに残っていないので、強度が必要な場合には使ってはいけない。フリーブスドはインストール可能な CD イメージと、それの MD5 値を同時に配布している。インストール可能な CD イメージが、途中で改変されていないことを確認してみる。MD5 コマンドを、イメージファイルに実行する。ローケルォースト,ト %MD55.1 リリース。 i386 ミニインスト、ISOMD5 イコール646ダ 9A、5D90E6 ビット51ビット 06A で01、B9 フェード67チェックサム、MD5 の中身を確認し、一致していれば、破損の可能性は極めて低いことがわかる。ローケルホースト、パーセントキャットチェックサム、MD5MD5 イコール3ビット6619。 CFFB5F96E1 アッコファ578バダエ 372FMD5 イコール2 F7 億4697万 4210D68E96E620 ビット F842FB6MD5 イコール646打球 a 5 e 9 0 e 6ビット51ビット0 6 e で 01B9 フェド 67MD5 および ライプミュードと呼ばれるハッシュ関数には理論的な弱点が存在することが明らかとなっている。2004年8月、暗号の国際会議クリップと似て MD5 のコリジョンを求めることができたという報告があった。理論的可能性として MD5 を用いて改ざんされないことを確認する場合、あらかじめ正規のファイルと不正なファイルを用意しておき、正規のファイルを登録しておきながら実際には 同じ MD5 を持つ不正なファイルにすり替える攻撃があり得ることを意味する。また2007年11月、2つの全く異なる実行ファイルをもとに、各々の末尾にデータブロックを付加し、その部分を変更しながら探索を行うことにより、同一の MD5 を持たせることに成功したという報告があった。この攻撃方法は実証されたことになる。アメリカ合衆国政府では、 MD5 ではなく、セキュアハッシュアルゴリズムを標準のハッシュとして使用している。日本のクリプトレックでは、MD5 を政府推奨暗号リストから外し、社マイナス256以上を推奨している。MD5 のハッシュ値については、パソコンレベルでも数十分程度で、同一ハッシュ値の非ユニークなデータ列を生成できる実装が広まっている。すなわち、強衝突体制は、 容易に突破されうる状態にある。ただし、任意に与えられた発出機に対して、データを生成する実装が広まっているわけではないので、弱衝突体制が容易に突破されうるわけではない。また、任意に与えられた発出機に対して、改ざん者の意図通りのデータ列を容易に生成できるわけでもない。強衝突体制の突破とは、例えば、同一の発出機を持つ非ユニークな二つのデータ列 D、 1>, 1と D2 のペアを一つ発見できた、ということである。なお、この場合、D1 や D2 が意味を持つデータであるかどうかは、問われない。また、データ列 D3 の発出が H であったとして、この特定の発出 H に対して、同一の発出を持つような他のデータ列 D4 を発見できたとしたら、それは弱衝突体制を突破されたことを意味する。そのため、直ちに、 これらのハッシュアルゴリズムを用いている暗号化通信が登頂、改ざんされたり、電子署名の有効性がなくなるというわけではない。しかし、強衝突体制が突破されたということは、将来的には攻撃手法や計算能力の進化により弱衝突体制も突破されうるということを暗示する。もし弱衝突体制が突破されたとしたら、もはや暗号化通信や、 電子署名の無かい性を証明できなくなり、その暗号化、署名システムは死を意味する。また、暗号化、署名システムのインテイグラティに発種協衝突体制の突破が困難であるという前提がもしあった場合には、そのシステムのインテイグラティも当然に失われることになる。インテイグラティを要求されるシステムでは、その再検証が最低限必要となる。2007年4月 IPA は、 A-POP の脆弱性について警告した。これは、電気通信大学の大田和夫らが発見したもので、A-POP のプロトコル上の弱点を利用して、MD5 ハッシュから理論的に元のパスワードを求めることができるというものである。これの対策としては、SSL の利用が推奨されている。2012年4月に発覚したフレーム攻撃において、一部のデジタル証明書の署名アルゴリズムに、 MD5 が使われていたことから MD5 の衝突体制に関する脆弱性をついてデジタル証明書の偽造が行われたように一部媒体では報道されている。しかし、ベースホス社の記事によるとマイクロソフトがコード署名に使用できるデジタル証明書であってターミナルサーバーライセンスインフラストラクチャ上で使用できるものを誤って発行していたことが原因とされている。また、 フレームマルウェアが攻撃に使用したデジタル証明書を入手した経路、また前述の MD5 で署名された証明書をクラックして偽造したものであるか否かは明らかになっていないとしている。一方、マイクロソフトは Windows Vista 以降のバージョンにおけるコード署名の検証を回避するためには攻撃者が MD5 の衝突を利用して特定の拡張フィールドを削除する必要があったとしている。 マイクロソフトは2012年6月5日に問題となったターミナルサーバーライセンスインフラストラクチャの中間サーティフィケートオーセンティシティを無効化するセキュリティアップデートを公開している。随一 MD5 計算の一段階 MD5 はこのような操作を64回行うが16回の操作を1ラウンドとして4ラウンド行う F は非線形な関数でラウンドごとにつの 関数が使われる。2はメッセージの入力。期は操作ごとに異なる32ビットの定数である。S は左への S ビットのローテーション操作であり。S は操作ごとに異なる。は232を法とした加算である。MD5 は可変調の入力を処理して128ビット固定調の値を出力する。入力メッセージは512ビットごとに切り分けられるが、 長さが512の倍数となるようにパディングが行われる。パディングとしてはまずメッセージの最後に1ビットの位置を足してその後には長さが512で割って448余る長さになるようにひたすら例を付け足していく。そして残った64ビットには元のメッセージの長さを入れることとなる。MD5 のメイン部分のアルゴリズムは32ビット4ワード。 イコール128ビットの状態を持って進行していく。初期状態では、この4ワードは決まった定数で初期化されており、512ビットのブロックを順次使ってこの状態を変化させていくのが MD5 の中核となっている。1回の処理では非線形な関数回、232をフォーとした加算、左へのビットローテートが行われる。そして、16回の操作を1ラウンドとして、 512ビットの入力ブロックを処理するのに4ラウンドの処理が行われる。F には4通りの関数があり、ラウンドごとに異なるものが使われる。F イコール、ディスプラスタイル、F イコール BG イコール、ディスプラスタイル、G イコール BH イコール BCD、ディスプラスタイル、H イコール B をプラス C をプラス D、I イコール C、ディスプラスタイル、I イコール C をプラス、ディスプラスタイルをプラス、 ウェッジ、B、ネグはそれぞれ X は、&、OR、ノットエンザインを意味する。MD5 ハッシュは、以下の疑似コードで書いたアルゴリズムで算出される。値はすべてリトルエンディアンとする。ファンクション MD5 リターンズは0、0、15部アンサイネディント8 is、左ローテート関数。ファンクションレフトローテイトリターンズアンサイネディント32、is、ビギンレフトローレイト、イコールビットアエンド。 ファンクションマッケックリターンズアンサインデッド32イズ、ビギンマッケック、イコールフロアエンド、ビギン、チュー、すべての変数は、符号なし32ビット値で、桁が溢れたときは232を法として、演算されるものとする、ラウンドごとのローテート両 S を指定する、コンスト S、アレー、レ六63オブアンサインディント三32、イコール、7、12、17、22、 7 1 2 1 7 2十7 1 2 1 7 2 2 7 1 2 1 7 2七二十二2九十四1十2九十四1十五九十四二十五九十四二十四十一十六二十三四十一十六二十三四十一十六二十三 4,11,16,23,6,10、15,21,6,10 15,、15,21,6,10 15,、15,21,6,10、15,21。整数ラジアンの時の三角関数から K の値を生成する。コンスト K、アレ、六十三オブアンサイネディント十二イコールレンジ六十三マップマッケック。 コンスト K, RA, 零、六十三オブアンサイネディント三十二、イコール、d 七十六 a a 四百七十八 e 八 c 七バイト七百五十六、二十四万二千七十 DB、C 一部都市、回五十七 C 零ファフ、四千七百八十七 c 六十二 a a 八百三十万四千六百十三、FD 四十六万九千五百一、 698,098D8、8バイト44回、7AF、回回回回 5BB1、895CD7、BE、6バイト90万1,122、FD98 万7,193、A67 万 9,438E、49バイト4万821、回 61E2,562、 C040B340、265E5、A51、E9 バイト 6C7AA、D62 回 105D、02441453、e、D8A1E681、E7D3FBC8、21E1CDE6、C33707D6、回 4D50D87、e e e、455A14、ED。 AQE3E905FC ファ3回8676回0 2 d Q、8 d 2 a 4 c 8 a f フ,ファ39428771回 6816DQD6122F だ 5384A4 ベア444ルディチフ9回 6BB4 バイト60ビブフビシ70 289バイト 7EC6、エアー 127FA、D4EF3085、0488E1D05、DQD4D039、E6DB99E5、1FA27CF8、C4AC5665、回4292244、432F97、 AB9423A7 FC93A039 655バイト 59C38 回0 c CCC92 F47D 85845DD16FA87E4 回 f e 2 c e 6 e 0 a 14 3四1 4 3 1 4 4 e 0 8 1 1 a 1 五 7537E82BD3AF235AD7D2BBEB86D391ABCD の初期値バリエーション A0 アンサイネリント32イコール 67452301A バリエーション B0 アンサイネリント32イコールイフクダブ 89B バリエーション C0、アンサイネリント32、イコール98バドクフ。C、バリエーション D0、アンサイネリント32、イコール10325476。D、パディング処理、1ビットのデータ、1を追加する。メッセージ、メッセージ、レングスイコール1、中、入力のバイト値は、最高位ビットが、先のビットである、ビット列として解釈するものとする。 コンストイニシャルメッセージ、レングス、インティジャー、イコールメッセージ、レングス、パディング処理、残りは、0で埋める。リピート、メッセージ、メッセージ、レングス、イコール0、アンティルイコール四四百十八四百四十八イコール五百十二から六十四メッセージ、メッセージ、レングス、メッセージ、レングスプラス六十三イコールスプリット、 入力を512ビットのブロックに切って、順次処理する。チャンクのバイトオーダーは、メッセージのバイトオーダーのままである。バリエーションチャンク、ビッツ512,41チャンクオブスプリットドゥ、バリエーション M、アレー、レー、15オブアンサイネリント 32, イコールスプリット、内部状態の初期化。バリエーション A、アンサイネリント 32, イコール A レー、バリエーション B、 アンサイナリント32イコール B0 バリエーション C アンサイナリント32イコール C0 バリエーション D アンサイナリント32イコール D0 メインループバリエーション階アンサイナリント32バリエーション G インティジャーレンジ0 15 4 i フロム m 0 2 6 3スイッチケース 0i15 度階イコールビットはバイテンド D G イコールアイ、エンドケース、ケース十六 16i31do、回、イコールビットはバイテンド C、G、イコールモッド十六エンドケース、ケース三十二 32i47do、回、イコールビックサー D、G、イコールモッド十六エンドケース、ケース四十八 48i63do、回、イコール C ビックサー G、イコールモッド十六エンドケース、エンドスイッチ、回、 イコール解 AKIMG イコール B イコール B レフトロテイトエンド4今までの結果にこのブロックの結果を足す a 零イコール a 零 a b 零イコール b 零 b c 零イコール c 零 c d 零イコール d 零 d エンド4十六個の八ビット符号な姿勢数型データ列が m d 五値であるリトルエンディアンでの出力 MD50 3イコールスプリット MD5 4 7イコールスプリット MD5 8 11イコールスプリット MD5 12 15イコールスプリットエンドなお RFC 1321にある本来の式に変えて以下のように計算する方が効率的な場合がある解、イコール D ビッグサー解、イコール C ビッグサー MD5 をサポートしているライブラリーは、以下の通り。RFC1321、セクション3.4、ステップ4、プロセスメッセージイン16、ワードブロックス、ページ5、ダオシュジェデンゴフェング、How to Find w e ー k Input Differences for MD5。 コリジョンアタックス、http://eprint.iacr.org/.2009/.223.pdf, IPA, APOP におけるパスワード漏えいの脆弱性、ソフトウェアインテグラティチェックサムコードサイニング、バルネラビリティハット MS、フレームによる偽造証明書発生で多重対策を実施から証明書のルート分離やうなど、強化。 フレームマルウェアユーズドマンインザミドルアタックアゲンストウィンドウズアップデートハットフレームマルウェアコリジョンアタックエクスプランドハットマイクロソフトセキュリティアドバイザリアル FC1321 セクション2ターミノロジーのチオン、ページ2ありがとうございます